さあその次がこれがまたパワフルって感じですね。この空気感がね、やっぱりね、Jマンに応募してくる人たちっていうのはね、基本ができているっていう感じがすごくしますね。ウサギになりたくてというね、こうワクワクしてる声が聞こえてくるような、そういう作品がとっても多かったと思います。ワクワクするわね。もうここまでやるかっていうぐらいに、もうどこからどこまで手抜きなくやってるわけよ。このね、大盛り感が逆にその本当にシンプルに見えるんだっていうふうに非常にね、気づきを与えてもらったなっていうふうに思います。まずは、11作品送っていただいたんですね。それを一通りというか、はい、見ていただいています。私この子のファッション好きです。あ、この人のもすごい質感が出てて、あ、これも後で聞こうと思ってるんですけど、それでもう雨が止んだ瞬間にテントを外して撮った。こっちの左の斜め前から、はい、ストロボを当ててるんで、円形のお風呂に水をためて、はい、そこにブルーのバスクリーンを入れて、撮影ですごい追い込んでいってやってた時に、ちょっとヘアメイクチェンジってそのヘアメイクのブースに行くじゃないですか、はい、その時ってモデルさんがちょっとホッとする場所なんですよ。その時に、はい、ヘアメイクさんがうまいことケアしてくれる。そこをもしカメラさんからしたら何かアドバイスを一つくれいただけるとしたら嬉しいんですけど、はい、一番大事なのはさっきも言いましたように、その気持ちの問題が一番大きいんですよね。そのやっぱり自信がある方っていうのは写真で撮ってもやっぱり綺麗に写るし、やっぱり不安にされてる方っていうのは写真で撮るとやっぱりあんまりいい表情にはなってこないので、自分は綺麗なんだよとか、そのモデルさんは美しいんだよっていうことを、言い聞かせて、それでカメラの前に立つと、やはりちょっと透け感がある肌ですので、まずラベンダー系だったり薄いピンク系、ちょっとブルベの薄いブルベのピンク色の肌、非常にこう白っぽくなりすぎないところがですね、これ非常にどなたにも使える。ファンデーションを仕込む前に、仕上げる前に下地でちょっと肌色をこう仕込むというんですかね、取ったらこうってつけると、一番濃くて肌が気になるところ、黄身が乱れているところはしっかりとクリクリとつけていただくとかですね、生チョコみたいな質感で取れるんですね。でじゃあ液体のエマージョンコンパクトなのかなと思うと、つけるとパウダーみたいになります。ちょっとしっかりとした、もっとさらに濃いめのオレンジをですね、目尻に仕込んでいただいたりとかですね、03番なんですけど、ふわふわピーチっていう名前ですね伸ばしてもこう光をこう味方にこうつけてくれるっていう、こっちのグリーンがとっても可愛くって、つけるとアクセントがすごくなるので、例えばこういう色なんかもこの目尻にしっかりつけていただくと、非常にこう、このコンシーラーは、そうですね、ぼかすしてもいいんですけど、結構実はこうタッピングすると綺麗に。印象というのは顔の造形と関係しています。この表は上に行けば行くほど若々しくなります。男性も同じように、それぞれ目の形とか眉毛とか一つ一つ形ごとにそれぞれプラス面とマイナス面があるんですよね。こういう色を使った方がいいよとか、あと着るものとか持ち物とか、こういうものを選ぶと、もともとねパーツが整っていたり大きい方は肌をきれいにしてあげるだけで印象というのがぐっと変わってまいります。しっかりと目元にポイントを持ってきて、私はできますよという顔を作ってまいります。かえって柔らかさがあるので、あんまり控えめにメイクをしてしまうと控えめすぎてしまうので、ちょっとインパクトを出しても大丈夫です。
元気はつらつな雰囲気を出したいときにはパーツを丸く作っていくといいので、眉毛を丸くしたり、顔の中に直線的なラインが多くなってしまうとちょっときつい印象というのが出てきてしまうので、やはりね、丸み、眉毛に丸みを持ってくる、そしてその眉毛の形をちゃんと見せていくことで堂々と華やかなものを身につけてくださいというふうに申し上げています。例えば舞台上ですと、まあ、照明当たったりとか、お客様がやはり近いところで会うわけですので、こういうところで観客席と舞台って3級、2級、1級、そしてインストラクター検定というものがありまして、筆記試験は45分です、はい、仕上がりのテクニックですね、そちらの方を審査をしていくんですけども、ジェイマンのナチュラルメイクはこういうものですよ、ラインが出るような仕上がりにしてもらうっていう前提があります。メイク、例えばデザインをするときに色であったりとか形、質感、そういうものを絡めながら、何事もデザインにおいてはですね、必ず色と形と質感、例えば、まあ、軽い色ですよね、はい、柔らかい色に、例えばこの表の中に、まあ、どこに当てはまるか、目元であったりとかリップとかチークそれぞれ強くなると相手に伝わるイメージっていうのはね、結構ね固定化されてきます。リップを強くすると、まあ、女性らしさっていうものが強調されていきます。まずはこういうメイクのバランス、お顔の立ちで強くするとそういうイメージになりやすいというのを把握しておくと、やっぱり上手な方っていうのは5つのポイントを押さえてますね。まずやっぱり質感という、先ほど言われた質感ですね、それからライン取り、色選びとかね、色のバランスとかで、グラデーションがやっぱり綺麗ですよね。で、最終的に今言われたこのバランスがあるっていうことで、肌質補正の方はやん、この3つこうやってね、ちょっと置いて、これを中心から外側になじませて、ワンプッシュ半ぐらい動かして、お皿になっているのでハイビジョンテレビカメラ対応、ここだけつけたのに顔が明るく見えます。これだけでもなんか今どき感で、外側から口角曲がり、このクリーマーシャドウでこのパープルを作るとしたら、何色と何色を混ぜ合わせたら作れると思いますか？を混ぜて、はい、なりました。でもうアーティスティックです。塗りのアイシャドウイエローを出して、アーティスティック、はい、なのでブロッシーな目元を仕上げたいときにはこのオイルで、オイルをつけて完成です。少し広い範囲につけてあげるといいと思います。はい、この後メイクベースをのせたいと思います。色素がないところなので少し濃いめのファンデーションを置いていきます。ですのでこのぐらいのものを少しスパチュラで取っていき、ちゃんと置いてくる感じで埋めていってください。この後はほとんどお洋服汚すこともありませんし、シャワーを浴びることもできます。つけていきます。エアー出したままですっとこちらへ持ってきて重ねます。圧力を強くして吹きつけるとたくさん出るので早くカバーはできるんですけれども、ほぼカバーできましたね。はい、この上からお肌に近い色をのせていってカバーしていきます。いきなりブラシでドンとのせるよりは少し飛ばしながら広い範囲にのせるように、一箇所にたくさんではなくて広い範囲にのせるようにしてください。ほとんどタオルに移ることはありません。エアブラシだけで作られたんですね。
とこれ10万対象だったので、もうトライ、挑戦という意味でエアブラシだけを活用してあのメイクアップするとかボディやるとかっていうのをやって、衣装も全部同じ色にしたかったので、それがエアブラシだからできる。白いドレスをまあ色をつけていくことができるし、まあ、楽しめる部分なので、もっともっと自分はそれを楽しみたいなとも思ってます。これから